説明写真とは、物事を視覚的にわかりやすく説明するために、文章と組み合わせて用いる写真のこと。トランスミッションについて記述する際に用いる、説明写真の例ほぼ同じ構図でイラストを用いた、例ボールベアリングなど写真では表現しにくい部分が、はっきりと描かれており、不必要な部分は省略されている。芸術性よりも、何らかの一般性を持った写真を用いる。 説明に必要な部分が鮮明に写っていることが重視される。書籍、雑誌、マニュアルなどに利用される写真であり、本文と併用することで内容を視覚的にわかりやすく説明し、理解を高めることを目的とした写真である。不必要な部分を省略したい場合のほか、一般性を持たせにくい、構図が取りにくい、色彩や形状を強調したい場合には、 図版を用いた方がより適切な場合がある。撮影者の主観を反映させる芸術写真や個人的な記録であるスナップ写真とは用途が異なるが、同じ写真を用途、見方によって説明写真と芸術、スナップ写真のいずれにも解釈することは可能である。石碑の大きさを説明するためカラーコーンを入れた説明写真芸術写真としては、 カラーコーンは余計であるが、俺も仲間に入れてくれといった表題をつけると、一種の芸術写真になりうる。ありがとうございます。